こんにちは、ムトブログチャンネルです。今日は11月6日水曜日ですね。道の駅全国製本旅なんですけれども、全国の道の駅のスタンプラリーに参加してスタンプ全部集めて回ろうということをしています。それでですね、その旅の話の他にも気になった二輪のニュース、バイクや自転車のニュース話題、そして車のニュース話題についても話をしています。今日の話は単調な道での反応遅れを防ぐ方法についてお話ししますね。僕ですね、いろいろと道の駅回る上で割とですね、直線長く続く単調な道が続いてですね、動作が遅れてヒヤリとすることがあるんですけれども、最近ですね、秋で走りやすくなっています。いろいろなところツーリング行かれる方多くいらっしゃると思うんですけれども、長距離ツーリング中の単調な道では同じ動作を繰り返すことで違う動作が遅れることがあります。例えばですね、ブレーキをかけるときにちょっとワンテンポいつもよりも遅れてしまうということが起きます。これはいくつかの要因によって説明できるんですけれども、その説明としては、1番目、疲労と集中力の低下。長時間同じ姿勢でバイクを運転していると筋肉や脳が疲労し集中力が低下します。これにより急カーブや予期せぬ障害物に対応する反応が遅れることがあります。例えば長時間運転で肩や腰が痛くなり体の動きが鈍くなることがあります。これが原因で急ブレーキや方向を変えなくてはいけない時に必要な反応が遅れることがあります。2番目、単調さによる注意力の低下。単調な道を走り続けることで注意力が散漫になり、違う動作に対する反応が鈍くなることがあります。例えば長い直線道路をですね、ずっと走っていると景色が変わらず注意力が低下しやすくなります。この状態で急なカーブや交差点に差し掛かると反応が遅れることがあります。神経系の適応。3番目ですね、神経系は繰り返し行われる動作に適応しやすくなりますが、新しい動作や異なる動作には適応が遅れることがあります。これは脳が特定の動作に対するパターンを学習し、それに最適化されるためです。例えば長時間同じ速度で走り続けると脳がその速度に慣れてしまい、急な加速が必要な場合や急減速、急停止ですね、急停止に対応する反応が遅れることがあります。4番目、筋肉の疲労ですね。同じ動作を繰り返すことで特定の筋肉が疲労し、新しい動作や異なる動作に必要な筋肉は十分に機能しないことがあります。これにより動作が遅れることがあります。例えば長時間の運転で手や足が疲労し、急なブレーキや回避が必要な場面での反応が遅れることがあります。ではですね、こういった長距離ツーリング中にこれらの問題を防ぐためにはどういうことをすればいいでしょうか。一番は休憩を取るというところですよね。長時間の運転を続けると疲労が蓄積しやすくなります。適度な時間で休憩を取り、体をリフレッシュさせることが重要です。休憩中にはストレッチを行い、筋肉の緊張をほぐすことが効果的です。水分補給。運転中は汗をかきやすく水分が不足しがちです。定期的に水分補給を行い、体の水分バランスを保つことが大切です。水分不足は集中力の低下を招くため注意が必要です。そして適度な食事。運転中に空腹を感じると集中力が低下しやすくなります。適度な食事をとり、エネルギーを補給することが重要です。ただし食べ過ぎると眠気を誘ってくるので、適量を心がけましょう。そしてですね、同じ姿勢を取り続けないっていうのも大事ですね。運転中の姿勢の調整。長時間乗っていると気がつくと多分ですね、前の方に座ってきてると思います。体が前の方に移動しているので、ちょっと気がついた時にですね、少し座ってる位置変えたりとかして、シートの位置調整していくことで、運転姿勢変えることですね。ちょっと調整してあげるとだいぶ疲労軽減につながります。
そしてルートの工夫ですね。単調な道を避け、景色の変化のあるルートを選ぶことで注意力の低下を防ぐことができます。また適度にカーブがある道を選ぶことで運転に変化を持たせることができます。ちょっと工夫した方がいいですよね。ツーリングされる方、下見でルートを決めてると思うんですけれども、できるだけですね、景色のいいところとか、ちょっと面白そうな観光地があるところとかを選ぶといいと思います。僕はですね、道の駅をルート設定していくので、単調な道が延々と続いたりとかしてしんどい思いをすることがありますので、これからですね、少し立ち寄ったりとかするようにルートの工夫していきたいと思います。そういう形でですね、いろいろと工夫することで単調な道での反応の遅れを防ぐことができます。僕はですね、ちょっとヒヤリとすることといえば、高速道路ですね。高速道路をずっと走ってると眠くなります。なので眠くなったらサービスエリア、パーキングエリアに入って休憩するようにしています。そして下道はですね、田んぼのまっすぐの道がずっと続くと、田んぼ脇から出てきた車に反応が遅れてヒヤッとすることがあるので、単調な道ではですね、できるだけ同じ動作をし続けないように気をつけています。少しちょっと違うことをやるようにしています。シートを少し前後動かしてみたりとか、たまにはですね、軽くブレーキをかけてみるとか、そういうずっとアクセルを開けてい続ける状況を作らないように注意をしています。今日の放送はですね、単調な道での反応遅れを防ぐ方法についてお話しさせていただきました。今日の放送もお聞きいただきありがとうございました。それではまた明日。